ウォルター・スコット、初代順弾シャクサー・ウォルター・スコット、サー・ワルテル・スコット、ファースト・ベレネット、1771年8月15日から1832年9月21日は、スコットランドの詩人、小説家、ロマン主義作家として、歴史小説で名声を博し、イギリスの作家としては、存命中に、国外でも成功を収めた、初めての人気作家といえる。 1771年、エディンバラに生まれる。父は、同盟の弁護士、ウォルター・スコット。母は、アンラザ・フォードは、エディンバラ大学医学部教授の長女。祖先は、漠流公爵スコット家。つまり、スチュアート町の所流の分流である。ウォルターは12人兄弟の9番目だったが、兄弟のうち6人は幼くして亡くなっている。幼児3歳の時に、 小児麻痺で左足を不自由にし、療養のためロクスバラ州のスメールホルムという農村に、ある大きな農場を持つ祖父母の家で過ごし、このスコティッシュ、ボーダーズ地域で古いシタン、祖母の語って聞かせるバラットを楽しみとし、また読み書きを学び、読書にも親しんだ。1778年にエディンバラのグラマースクールに入学、語学を得意とし、文学と歴史に関心を持った。 1783年12歳の時に、エディンバラ大学古典学科に入学、イタリアの詩人の作を単独した。1785年に、健康のために大学を中退して、父の法律事務所で働き、1792年に、弁護士資格を得る一方で、英国古詩周囲に刺激を受け、地方の伝説や、バラットなどの収集に励んだ。ゲーテ。 シラーなどドイツのロマン派文学に惹かれ、1796年に、ビュルガーの、デノーレ、1799年に、ゲーテ、ゲッツフォンベルリヒンゲンの英訳を出版。ついで、ミンストレルジー・オブ・スコティッシュ・ボーダーを出版する。1797年には、フランス革命戦争に備えて、騎兵義勇隊を結成して、訓練に励んだ。この年兄や友人と、 イングランド西北部のカンバーランドへ旅行し、そこでフランスからの亡命者ミス・シャーロット・シャーパンティアに出会って結婚してこの地に住み、翌年にはエディンバラ・ミナミノに移った。1799年にはセルカーク州知事代理に任命される。かつての旧友の出版事業を営むに出版業を進めてやがて出資者、共同経営者となって1802から3年に スコットランド歌謡集全3回を出版する。1804年にスコットランド旅行中のウィリアム・ワーズワースに知り合い、以後修正の友人となる。弁護士を続けながら、1804年から1812年までシェルカーク州ツイード下半応の農家に住み、1805年に法廷弁護士を辞めて、翌1806年から、 スコットランド最高民事裁判所の高級書記官となり、生涯にわたって務めた。後に、セルカーク州の司法行政長官も務める。1805年に出版した物語詩、最後の吟遊詩人の歌がワーズワースをはじめとして評価され、名声を高めた。17世紀の詩人、ジョン・ドライデンの前週の編集を行いながら、物語詩�、女子詩の創作に力を注ぎ、マーミオン。 古城の美人などを発表。1811年にを購入。1813年に、ヘンリー・ジェームズ・パイの後を受けて、警官詩人に偽牲られたが、これを辞退して、後輩のロバート・サウジーを推薦した。戦争の影響で、バランタインの出版社の経営が悪化し、救済のために、歴史小説、ウェイバリーを1814年に無署名で発表。これが好評だったために、 その後次々と歴史小説を発表。続く作品で、ウェイバリーの著者によってと関東に記したことから、スコットの小説の総称として、ウェイバリー小説群、ウェイバリーナバルズという呼び名が生まれた。1820年にジョージ四世から、サーの称号を与えられ、また、同年院長に衰退された。バランタインの出版社は1826年に、破産を宣告され、 スコットはその債務の返済のために作品を書き続け、大作、ナポレオン伝、1827年などを執筆。1830年に卒中を起こし、1831年に雇用のためにナポリに滞在したが、数ヶ月後に孫の死を知って、アボッツフォードに帰郷し、その数週間後に死去。のスコットケボチに葬られた。代表作としてジョジ、 古城の美人、1810年、歴史小説、1814年、1817年、ランメルモールのルチアの原作となった、歴史小説、1819年、アイバンン法、1820年など、ウェイバリー小説の作者であることを公表したのは1827年にだった。ミドロジアンの心臓、1818 18年はにおける。 ヘレン・ウォーカーという実在た女性の行動を題材にしたもので、スコットはその後の1831年にヘレンの埋葬されているアイアングレーの教会墓地に墓石を建て、墓碑鳴を刻んだ。ウォルター・スコットの肖像は、スコットランド銀行発行のすべての紙幣に使用されている、ペンネームで執筆することを好み、ザ・グレート・アンノーンと呼ばれた。スコットを、 現代のシェイクスピアと慕っていたワシントン・アービングもスコットに習ってペンネームを多用した。スコットは1811年にメルローズ近郊に110エーカーの土地を購入して翌年から移り住み、ここにゴシック町の大規模な邸宅を1824年に完成してアボッツフォード邸と呼んだ。この邸宅はビクトリア町時代の建築に 大きな影響を与えたと言われている。ワシントン・アービングは、イギリス滞在中の1817年に、詩人の紹介状を得て、アボッツ・フォード邸を訪問し、その時の随想、ウォルター・スコット邸訪問記、アボル・ツェフォード、クレヨンの雑録集、ザ・クレヨン・ミス・レイニー、1835年初集を執筆した。現在は、資料館として一般公開されており、 図書室には9000冊の蔵書を保存している。ウェイバリー小説群、その他、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。